師走上旬、配布折り付けの原稿用紙500枚、ご入り用の趣、小生も安心いたしました。毎度のお引き立てありがたく御礼申し上げます。しかもこの度のご主観には小生ごときにまで誠実懇切のご忠告、あまり分断通を振り回さぬようとのお言葉、なんだかどしんと叩きのめされた気持ちで、その日は自転車を乗り回しながら一日中考えさせられました。というのは、実を言えば貴家と吉田さんにはそういった苦言をいつの日か聞かされるのではないかと、かねて予感といったふうなものがあって、この痛いところをざっくり疲れた形だったからです。しかしそう言いながらもお手紙は嬉しく拝見いたしました。そうして貴家のご心配される事柄に対して小生としてもすでに訂正しつつあるということをご報告したいのです。このこと、すでに貴家のお耳に入っているかもしれませんが、英雄文学者の秋田さんのおっしゃるところによれば、先々月のいわゆる新人4名の作品のうち、貴家のが一番評判が良かったのです。もし秋田さんの話が貴家に初耳ならば、お仕事をなさる上にこのお知らせが幾分なりともお役に立てるのではないかと、実はこの手紙を書きました。そうして貴家の潔癖が私のこのやり方をまた怒られるのではないかとも一応は考えてみましたが、私の気持ちが純粋である以上、もしこれを怒るならば、それは怒る方が間違いだと考えて、あえてこのお知らせをする次第です。なお秋田さんの話は深沼家から聞きましたが、貴家にこの手紙を書いたことが知れて、いらぬ饒舌したように思われては心外であるのみならず、秋田さんに対してもちょっと責任を感じますので、貴家だけのお含みにしておいていただきたいと思います。かかることについても、作家の人物合旦やめよという貴家のご失勢の内意がよくわかるのですけれども、私には言い分があるのです。まだまだ言いたいことがあると申し上げるゆえんなのです。いずれ書きます。11月28日深夜2時、15歳、8歳、東西の寝息を左右に聞きながら布団の中、腹ばいのままの無礼を射しつつ、田所義則、太宰治様。背景、歴史文学書斎の気分、愉快に拝読いたしました。上田など小生一行時代からの友人ですが、人間的に実に嫌なやつです。しかるに吉田清なる者が何か11月号で上田などの肩を持ってブスブス言ってるようですが、もしよろしいようでしたら匿名でも結構ですから、何かあれについて一言お書きくださるわけには参りませんかしら。どうかお聞き届けくださいますようお願い申します。11月29日栗原源五郎、太宰治様。密絶対に厳守いたします。本名でお書きくださればなお嬉しく存じます。はい、福目倉蔵氏の構成確かにいただきました。ご配慮恐れ入ります。ただいま考慮を控え、何かと忙しくしております。いずれ。そうそう、相馬刑事。近頃君は妙に言われるようになったな。恥ずかしいと思えよ。今更他の連中なんかと比較しなさんな。お池の岩の上の亀の首みたいなところがあるぞ。光陵が言ったら知らせてくれ。何かの本で君のことを評した言葉の中に、吉田清、傲慢の芸術云々という箇所があった。評者は君の芸術家それをなくした時、一層面白い云々と述べていた。僕はこの意見に反対だ。僕には太宰治が泣き虫に見えてならぬ。僕が太宰治を愛するゆえんでもあります。林倫太郎、太宰治様。貴家の短編集の方は年内に少しでも構成ずりお目にかけることができるだろうと存じます。貴家のご厚意身にしみて乾杯しています。あるいはご好意、裏切ることないかと案じています。では取り急ぎ、ヨーヨーのみ、戦略攻略のまま、大森書房内、高織茂、太宰治、閣敬。
僕はこの頃緑雨の本を読んでいます。この間うちは文部省出版の明治天皇御集を読んでいました。僕は日本民族の中で一番血統の純粋な作品を一度読みたく存じ、とりあえず歴代の皇室の方々の作品を読みました。その結果、明治以降の大学の俗学たちの日本芸術の血統上の意見の失敗を否定すべく見解にたどり着きつつあります。君はいつも筆の先を尖らせて物を書くのでしょう。僕は君に初めて送る手紙のために筆の先をハサミで切りました。もちろんこのハサミは検閲官のハサミではありません。こういう芸術体験上の人工の極致を知っているのはおそらく君でしょう。それゆえあなたは表情さえ表現しようとする。当節誇るべき唯一のことと具案いたします。あなたがご病気にもかかわらず酒を飲みタバコを吸っていると聞きました。それであなたは朝や夕べに手洗いを使うことを誇るがいいでしょう。そういう精神が寛容さなかった。わずかな今日を覚えた時に彼はそれを確かめるために大声を発して笑ってみた。あなたはもっと誇りを高く、ささやかな思い出に一滴の涙が目頭に浮かぶ時に彼はここぞと鏡の前に飛んでいき、自らの悲嘆にくれたるわびしき姿を惚れ惚れと眺めた。泥にたらむ女性の嫉妬からいささかのかすり傷を受けても、彼は恨みの刃を受けたように得意になり、たかだか2万フランの借金にも彼は100万フランの負債に苛まれたる天才の運命は悲惨なるからなどと豪語してみる。まだ見ぬ太宰よ、ぶしつけごめんください。どうやら君は早がてをしたようだ。君はボードレールをつかむつもりで孔子の作品中の人物を両目充血させて追いかけていたようだ。我は花にして花作り、我は傷にして刃、打つ手にして打たれる方、獅子にして拷問車、死刑囚にして死刑執行人。それではかなわぬ、無べなるかな。君を作中人物的作家用と称して扇の影、密かに苦笑を交わす抽象作家、この頃さらに数を増しているありさ、しっかり頼みましたよ。ならさ背景ますますご検証のため経過の痛みに存じます。さて、今回本誌左の題材にて帰化のご寄稿をお願いいたしたく、ご多忙中恐縮ながら先上皇お含みの上、何卒ご承印のほどお願い申し上げます。一つ、締め切りは12月15日。一つ、分量は400字詰め原稿10枚。一つ、題材は春の幽霊についてコント寸志、1枚8円にて何と。不慣れの者ゆえ失礼の段多かるべしと存じられ候が、ひたすらご勘定ご承印のほどお願い申し上げます。師走小物か大阪サロン高橋康次郎、新聞切り抜けをお送りいたします。なぜこんなものを切り抜いておいたのか私自身にも判明せず、今夜フランスで100に近い青梅が遊んでいる模様の赤と緑の絹笠かぶせた電気スタンドを12円少しで買いました。書斎の機上に飾り、久しぶりの読書したくなって机の前に正座し、まず机の引き出しを整理し、サイコロが出てきたので2、3度、いや正確に3度机の上で転がしてみて、それから、変な話ですけれども、私は友人のところであなたの小説を読んで、それから酒を飲んで、そのうちに大声を放って泣いて、途中も大声で泣きながら家へ帰って、布団を頭からかぶって寝てぐっすりと眠りました。朝起きた時には全部忘却しておりましたが、今夜この切り抜きがまたあなたを思い出させました。理由は私にもよく飲み込みませんが、とにかくお送りします。慢性麻痺中毒、無苦痛根本療法、発明完成、趣向、慢性アヘン、ボルヒネ、パビナール、パントポン、ナルコポン、スコポラミン、コカイン、ヘロイン、パンオピン、アダリン等中毒、白石国太郎先生創生、ネオボンタージン、文献無題贈呈。私を知ってますか？知るはずはない。私は29歳の医者です。ネオボンタージンの発明者、しかも永遠の文学青年、白石国太郎先生であります。と我ながらちっともおかしくない。笑わせるのは難しいものですね。白石国太郎は冗談ですが、いつでもおいでください。私はバカのように見えながら、実社会においてはなかなかやり手なんだそうです。お手紙くだされば、私の力でできる範囲内でベストを尽くします。おさまわり、あなたはもっともっと兄の評判大いによるし、
そこで何か随筆を書くよう学芸の者に頼んだところ、大乗り気で帰って向こうからぜひ書かせてくれということだ。新人の立場からといったようなものがいいよし。7、8枚、2日から3日に分けて掲載。アップトデートのテーマで書いてくれ。記述はあさって正午まで。校了1枚、2円50銭。良きもの書け。近いうちに遊びに行く。材料あげるから政治小説書いてみないか。君にはまだ無理かな。東京日日新聞社政治部、小泉邦夫。近景、一面式なき小生よりの失礼なる手紙、ご読料くださりたく候。小生、日本人のうちで宗教家としては内村勘蔵氏、芸術家としては岡倉天心氏、教育家としては井上哲次郎氏、以上三氏の他の文章は文章に似て文章にやらざるものとしてもっぱら洋書に親しみつつあるも、最近貴殿の文章を発見し、世界に類なき銀鱗躍動、誠に間一髪、危うく、儚き、交渉の美を増しおること間髪か祭り、以来奇策を愛読しおる者にて、最近貴殿著作集、晩年とやらん出版の趣聞き及び候が、ご面倒ながら発行所といかなる音作収録いたされ候や、また、貴殿の諸作に対するご自身の感慨をもお漏らしくださりたく、伏して願い上げ候。俺たち友人にだけでもケチなポーズをよしたら何か損をするのかね。ちょっと日本中に類のない愚劣顔面のご主観、ただいま覗いてみました。だぜ、なんだ許すと、なんだバカ、ふんと鼻で笑って両手に丸めて窓から投げたら霧の枝に引っかかった。俺は君よりも優越している人間だし、君は君も言うように惹かれ者の小唄で生きているんだし、僕はもっと正しい欲求で生きている。君の文学とかいうものがどんなに巧妙なものだか知らないが、たかが知れているではないか。君の文学はサルメン患者のお道化に過ぎんではないか。僕はいつも思っていることだ。君はせいぜい一人の貴族に過ぎないけれども、僕は王者を自ら意識しているのだ。僕は自分より位の低い者からわけのわからない手紙をもらったくらいにしか感じなかった。僕は自分の感情を偽って書いてはいない。よく読んでみたまえ。僕の位は天意なのだ。君のは人尺に過ぎぬ。許すなんて芝居のセリフがかった言葉は、君みたいな人は僕に向かって使えないのだよ。君は君の身の程について話にならんほどの誤解をしている。ただ、君は年齢も若いのだし、まだ分からぬことがたくさんあるのだし、僕にもそういう時代があったのだから黙っていただけの話だ。吉田清。中旬、拝邸、家国は失礼、道家の花、早速一読、甚だ面白く存じ候。無論旧大典をつけ申し候。何一つ真実を言わぬけれども、しばらく聞いているうちには思わぬ拾い物をすることがある。彼らの気取った言葉の中に、時々びっくりするほど素直な響きの感じられることがある。という編集のキーノートをなす一節が、そのまま写してもってこの一編の標語とすることができると思います。近景、ご多忙中を大変恐縮に存じますが、本誌新年号文芸面のために左の玉稿を賜りたくよろしくお願いいたします。一つ先輩への手紙、二つ3枚半、三つ1枚2円余り、四つ今月15日。なおご面倒でしょうが、同封のハガキでご都合折り返しお知らせくださいますようお願いいたします。東京市麹町区内幸町武蔵野新聞社文芸部、長沢伝六、太宰治様、自死。おはがきありがとう。
元旦号にはぜひお願いいたします。お暇がありましたら10枚以上書いていただきたい。私は明日からしばらく西津軽、北津軽両軍の共作地を歩きます。今年の青森県農村の様は全く悲惨そのもの。とてもまともには見られない生活が行列をなし、群衆をなして存在している。奇形の兄上は見解の花、昨今ますます青森県の重要人物らしい貫禄を備えてきました。なかなか立派です。人の応対などできてきました。あのまま伸びたら良い人物になり、社会的の働きにおいても優れたる力量を示すのも遠い将来ではございますまい。25歳で町長、重役頭取、29歳で県会議員、男ぶりといい、頭脳といい、それに大変の勉強家、愚帝太宰治し、なかなかつらかろうとご推察申し上げます。本当に。三日深夜、粉雪さらさら、北欧新報社整理部、辻田吉太郎、あざみの花をお好きな太宰君。太宰先生、一大事。今日学校からの帰り道、本屋へ立ち寄り、1時間ぐらい立ち読みしていたが、心細いことになっているのだよ。講談クラブの新年付録、全国長者番付を見たが、僕の家も君の家もきれいに姿を消している。嫌だね。君の家が150万、僕のが110万。去年までは確かにそのあたりだった。毎年僕はあれを除いて、親父が金がない金がないと言っても安心していたのだが、今度だけは本当らしいぞ。対策を恒久しようじゃないか。困った困った。清水忠次。鑑賞。変な話ですが、お金が必要なんじゃないですか。280円を限度として、東京朝日新聞よろず案内欄へ、ジュムゲ、ジュムゲ、ジュムゲのポンタン100円。もしくは200円でもご入り用なだけ、食いたい、飲みたい、いもくてね、と小さい広告をお出しになれば、その日のうちにお金をお送り申します。5年前、お互いに帝大の学生でした。あなたは藤棚の下のベンチに横たわり、いい顔をして昼寝していました。私の名は亀よ亀よと申します。今日は妙に心もとない手紙拝見。熱の出る心配があるのにビールを飲んだというのは君の手落ちではないかと考えます。君に酒を飲むことを教えたのは僕ではないかと思いますが、万一にも君が酒で失敗したなら僕の責任のような気がして、僕は甚だ心苦しいだろう。すっかり健康になるまで酒はよしたまえ。もっとも酒について僕は人に何も言う資格はない。君の自重を促すだけのことである。今日ただいま徹夜にて仕事中、攻略のまま対馬修司様、早川翔玉を昨日頂戴しました。先日奇形からのハガキ、どういう理由だかはっきりしなかったところ、昨日の原稿を読んで意味がよく分かりました。先日の僕の依頼について態度がいけなかったらごめんなさい。実はあの手紙、大変忙しい時間に社の同僚と手分けして約20通近くを書かねばならなかったので、君の分だけ個人的な通信を書いている時期がなかった。高齢のことを書かないのはかえって不得意で、誰にでも書くことにしている。一緒に依頼した共通の友人菊池千秋君にも、その他の諸君にもみんな同文のものを書いただけだ。君にだけ特別個人的に書けばよかったのであろうが、そういう時間がなかったことは前述の通りだ。武蔵野新聞社各芸部、長沢伝六、太宰治様。近頃万葉のごとく太宰兄についての薄気味悪い夢ばかり見る。変わりはあるまいな。誓います、誰にも言いません。苦しいことがあるのじゃないか。ことを行う前に頼む、僕にちょっと耳打ちしてくれ。一緒に旅に出よう。上海でも南洋でも君の好きなところへ行こう。君の空いてる土地なら津軽だけはごめんだけど、あとは世界中いずこの果てにも、やがて僕もその土地を好きに思うようになります。大丈夫だろうね。返事を起こしてはいけないと言われて返事を、一つ長編のこと、言われるまでもなく早まった気がしている。クズ物屋へ払うつもりで承知してしまったのだが、これはしばらく取り消しにしよう。
この手紙と一緒に延期する旨はがき書いた。どうせ来年の予定だったから、来年までには僕もなんとかなるつもりでいたが、それまでに一人前になれるかどうか疑問に思われてきた。めくら雑誌読みました。あの雑誌のうちあの8ページだけを読みました。あなたは病気、骨の髄を犯しても不当である必要があります。これは僕の最大限の君への心の言葉。今日僕は疲れて、大変疲れて字も書きづらいのですが、急に君へ手紙を出す必要をその中で感じましたので一筆。君は君の読者に囲まれても壁面してはいけない。大かぶりも寄せ、この世の中に生きていくためには。ところで目くら雑誌だが、怪獣ではあるけれども一つの頂点、傑作の総合を備えていた。君は以後賛辞を素直に受け取る治療をしなくてはいけない。吉田翔。初めて手紙を差し上げる無礼、何とぞお許しください。おかげさまで私たちの雑誌春服も第8号をまた出せるようになりました。最近同人に少しも手紙を書かないので、連中の気持ちは分かりませんが、僕の言いたいのもうお手元まで届いているに違いない春服8号中の切削のことであります。興味がなかったらあとは読まないでください。あれは昨年10月、僕の負傷直前の制作です。今僕はあれに対して全然気恥ずかしい気持ち、見るのも嫌な気持ちに駆られています。太宰さんのハガキなりと1枚欲しく思っています。お便りください。それよりお会いしたい。大嘘、中江秀一。背景、太宰さん。その後失礼しております。先週の火曜日にそちらの様子を見たく思い、船橋に出かけようと立ち上がったところに君からのハガキ来たり中止。一昨夜突然長野君を参り、君から絶好状を送られたとか。その夜はついに徹夜。僕も大変心配していたところ、ただいま長野よりハガキにてほどなく和解できてよし、受けたまわり大いに安堵いたしました。お問い合わせの玉光、5、6日前すでに排除いたしました。今日までお礼春巡、血礼の段、お怒りなさいませぬようお願い申します。玉光をめぐり小さい騒ぎがございました。太宰先生、私はあなたをあくまで支持いたします。私とて同じ季節の青年でございます。今はぶちまけて申し上げます。当雑誌の記者2名、あなたと決闘すると申しています。玉光ふざけている、田舎の雑誌と思ってバカにしている。俺たちの目の黒いうちは採用させぬ。生意気なみのほど知らず、とうとう大変な騒ぎでございました。私には生産ございましたので、2、3日様子を見て、それからあなたへご寄稿のお礼方々、この度の事件の顛末大略申し述べようと思っておりましたところ、彼ら以外にも今朝編集主任たる私には一言の挨拶もなく、書き留め郵便にて玉光ご返送を刊行いたせしよし、承知いたし、今は私と彼ら二人の正義面との面目問題でございます。大阪サロン編集部、高橋康次郎。太宰先生。前略、失礼申します。玉光、本日別府書き留めにてお送りいたしました。昔の同僚高橋康次郎君がこの子の病気がいけなくなり、太宰氏他3人の中堅新進の作家へ本社編集部の名を偽り、とんでもないお手紙を差し上げていることが最近判明いたしました。昨年の春、健康をいよいよ損ねて今は明確に退社しております。100日くらい前に私は彼の自宅の病室を見舞ったのでございます。月光が彼のベッドのあらゆるくぼみに満ち溢れ、救えると思いました。高橋は両の眉毛をきれいに剃り落としていました。能面のごとき端正の顔は月の光の愛部により金属のようにツルツルしていました。名状すべからざる恐怖のため、私の膝頭が音を立てて震えるので、私は電気をつけようとしわがれた声で主張いたしました。私は医師を呼び、明くる日精神病院に入院させた。高橋は静かに、いわばそろそろと狂っていったのである。味わいの深い狂い方であると示意いたします。ああ、あなたの小説を日本一だと申して幾度となく繰り返し繰り返し拝読している様子で、奇作、ロマネスクはすでに暗唱できる程度に修行したとか申していたので、昔の良き人たちの恋物語、
あるいは特別に楽しかったご旅行の追憶、さては先生ご自身の清らかなるロマンス等々、病床の高橋君に書き送る形式にて4枚月末までにお願い申し上げます。大阪サロン編集部、春田和夫、太宰治様。鑑賞、首くくる名は切れもなし年の暮れ。私も体型追いつけの者と同額の金水利用にて八方教本岩壁切り開いていきましょう。死ぬるのはいつにても可能。たまには後輩の言うことにも留意してください。長野君よ、先日はお手紙ありがとう。また電報もいただいた。原稿はどういうことにしますか。君の気が向いたようにするのが一番いいと思う。締め切りは25、6日頃までは待てるのです。小生ただいま居所不定、近くアパートを探す予定だから、ご通信はすべて社宛にくださるよう。住所が決まったならお知らせする。療養のみで失敬、武蔵野新聞社学芸部、長沢伝六。太宰さん、とうとう正義温情の戸に見事一杯食わせられましたね。初めからご注意申し上げておいたらこんなことにはならなかったのでございましょうが、雑誌はどこでもそうらしいですが、一人の作家を特に引き立ててやることは固く禁じられておりますし、その上この社には重役付きのスパイが多く、これからもあることゆえ物柔らかな人物には気をつけてくださいまし。軽々しく振る舞ってはいけません。春田はどんな言葉でお詫びをしたのか分かりませんけれど、あなたに書き直しさせたと言ってこの 2,3 日大自慢で、それだけ私は小さくなっていなければならず、誠に味気ないことになりました。太宰さん、あなたもよくない。春田がどのような公言を並べ立てたかは存じませぬけれど、何もあんなにセンチメンタルな手紙を春田へ与える必要はございません。集大です、申請願います。私ちゃんとあなたのために80円用意していたのに。私はもうお世話ごめんこむります。80円のお金よそへ回してしまいました。お一人でやってごらんなさい。そんな苦労もちっとは身になります。八方塞がった時はご相談ください。苦しくても不定裁でも死なずにいてください。良薬の苦味お許しください。おそらくはあなたを理解できる唯一の四重男、無二の小市民高橋くわい、太宰治学系。Go and see something funny. She had a popcorn, and when it's finished, we could go to the pub and